どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回ですね、プリンセスコネクトリライブの2期の5話の感想ですね、こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね、湖に誘導しようというところで、 カスミの思いついた秘策でですね、まあ、ゴーレムとシャドウの大群がですね、こう町から湖の方へ移動していったわけなんですが、まあ、こうそもそもゴーレムとシャドウの大群の狙いがですね、こうキーリだったっていうところはですね、さすがに意外だったところではありますね。まあでもカスミがですね、狙いがキーリである っていうことに気づいて、まあ、こう街からあえて離れさせるっていう作戦を思いついたのは、まあ、普通にすごいなぁと思ったところではありますね。また、シャドウはですね、世界に生じたバグであるっていう話とか、まあ、それがですね、ま、そんなバグであるシャドウがですね、利用しているものがいるっていうこととか、まあ、そういう情報をですね、 勇気が得ていたわけなんですが、まあ、個人的にはですね。世界に生じたバグっていう話がですね。なかなか興味深いなあと感じたところではありますね。まあ、それはさて置いといてですね。まあ、こう勇気たちが湖の方へと誘導していく中で、まあ、こうキーリーがですね。探偵である霞の役に立とうといろいろと頑張っている。 っていうところはですね見ていてこれ以上ないくらいに微笑ましいところではありましたねそれにねこうキーリーとカスミがまあ、まあ、キーリーがですねカスミに抱きついているっていうところは本当に微笑ましかったなあというところでした、まあ、そういうところでまず一つ目の感想である湖に誘導しようというところ終わっておきます でですね次2つ目の感想に入っていくんですがキーリが消えるというところでゴーレムたちをですね湖に誘導している途中でキーリが消滅してしまったわけなんですが肉体の消滅は避けられなかったものの、まあ、こう人格などの精神的なところはですね消滅する前になんとか 保存すするここととがでできたっていうところはですね、本当に良かったなぁと思ったところではありましたね。まあ、そんなキーリが消えるっていう時にですね勇気の力がいつもとは違う感じで暴走を仕掛けていた感じがあったんですが、まあ、それを沈めて見せたのがラビリスタだったっていうところはですねなかなか意外だったところでは ありますね、まあ、それとその時にですね結城の頭に浮かんだ映像っていうところでキーディは猫だったっていうことがですね、まあ、一体何を意味しているのかっていうところですねそう、まあ、これが一体どういうことなんだっていうところですごく気になるところではありましたねまたかすみがですね キーリの神を結んでいたリボンをですね、こう自分の髪を結ぶっていうことで自分自身につけていたわけなんですが、まあ、そこでこう決意をね、新たにしているっていう感じが個人的に結構好きなところだったりするというところですね。まあ、そういうところで2つ目の感想であるキーリが消えるというところ終わっておきます。 でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、ペコリーヌの覚悟というところで、ランドソルの城へと空間転移させられたペコリーヌがですね、カイザーインサイトと話をしていたわけなんですが、まあ、こう、一緒にご飯を食べれば分かり合えるかもしれないっていう風に言ってるところがですね、なかなか印象的なところでは、 ありました,、ね、またカイザーインサイトがですねペコリーヌに対して「また忘れ去られるのに」っていうことを言っていたわけなんですが「また」っていうところがですねなかなか気になる感じではあったんですがそれがどういうことを意味しているのかっていうところはですねやっぱり気になるところではありましたね。 まあそれと、カイザーインサイトがですね、ペコリーヌを見定めるために読んだんだっていうことをですね、まあ、空間転移させた最初ですね。まあ、最初に言っていたわけなんですが、まあ、結局何をどう見定めたのかっていうところはですね、こう、詳しく知りたいところではありましたね。まあ、にしてもね、こう、ペコリーヌを怪獣島に返すときに、 まあ絆を深めるようにこう言われていたわけなんですが、まあ、こ,うこの時にこう深めるように言われた絆ですね。まあ、これが一体何の絆なのかっていうところがですね、やっぱり気になって仕方ないところではありましたね。まあ、そういうところで3つ目の感想であるペコリーヌの覚悟というところ終わっておきます。 でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回は霞とそっくりなシャドウであるキーリがですね、消滅してしまったわけなんですが、結、ま、城、あの記憶ではね、猫の名前で、猫の名前がですね、キーリだったっていうところがですね、気になるところではありましたね。また、アネスト・ラビリスタのですね、まあ、この世界、 っていうところについての話もですね、まあ、もっと聞いてみたい感じではあったんですがまあこう勇気が蘇えることを選んだシーンっていうところはですねやっぱり泣けてくるところではありましたねそれとペコリーヌがですねゴーレムに対して放ったプリンセスストライクもですねギリギリのところで競り勝ったっていう感じだったんで なかなか見ていてハラハラドキドキしたところではありましたね、まあ。とりあえず次回からの話ではですね、美食伝のメンバーがどんなことをしていくのか今から楽しみにしておきたいところではありますね。まあ、そういうところで今回のプリンセスコネクトリダイブの2期の5話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、 今までにも2期の1話から4話の感想はですねそれぞれ過去の放送で語ってますんでよかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と今日は他にも2本更新しておりまして「賢者の弟子を名乗る賢者」の第5話の感想と「あけびちゃんのセーラー服」の第5話の感想ですね。 この2本更新してますんで、よかったらこちらの放,もです、ね、放送もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、失格門の最強賢者の第5話の感想と、オリエントの第5話の感想、そしてですね、箱詰め交番女子の逆襲の第6話の感想ですね、この2、えー、この3本更新しますんで、 明日もラジオの方聞きに来てください。そういうところで本日3本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。